さあ、続いてのコーナーは、人妻つまはい、人妻の皆さんからのお便りを紹介しております。はい、えー、ゆき。うん。太田さん、カメムシさん、こんばんは。カメムシって <laughs> 臭いやつ初めてメールします。はい。主婦歴16年のゆき。うん、35歳。うん。と申します。35歳で16年で結構ね、早い結婚ですね。 主人がポッドキャストにダウンロードしたのを仕事中に主人と一緒に拝聴しています。うん。人妻枠ができ、こんな私でもいいかなと思い、うん。送ってみました。はい。採用されたら感謝感激です。ね、はい、さて、遡ること15年前、うん。血飲み後の娘が寝ている横で、うん。主人と夜の恋を営んでおりました。うん。うん、しばらくして、 私の中で異変が起きました。うん、妙におならをしたくなったのです。<laughs> うん、何も知らない主人は、うん、私の上で上下運動をしています <laughs> どうしよう。正直に言って一時中断か。<laughs> <laughs> このまま我慢するか。うん、もう私は、頭の中はそれでいっぱいでした。うん、自分の中で格闘していま,いましたが、もうダメ。うん 上下運動する主人に、出ちゃう、出ちゃう、出ちゃうと、言って、<laughs> 何のことかわからない主人の、玉金めがけて <laughs>、<laughs> 玉金めがけて、おビャーっと、出てしまったのです。かっこ、恥。かっこ恥だね。うん、まるで屋台で売っている風船。 膨らませて話すとストーン。変な音。ってやつみたいな感じでした。<laughs> 主人は、玉金が浮いた玉金が浮いた玉菌が浮いたと、興奮気味です。<laughs> 当時、ボロアパートに住んでいた、うん、いて、アパート中に響く感じでした。 いや、響きました。<laughs> 私はもう、どうでもよくなり、<laughs> <laughs> 出ちゃうって言ったじゃんと、開き直りです。うん、多分、最後まで行為はしたと思いますが、覚えてません。うんうん、この一件は16年経った今でも時々話が出ます。出るんだ <laughs>。その時の会話は決まって、私の他にも、玉木におならをかけた人がいるはずだよと、言い、主人が、 お前だけだと言って意見が対立します。<laughs> 太田さんはどう思いますか <laughs> いないでしょうね。玉金が浮いたよったすごいよな。ちなみに、この事件は夫婦の間で、間でうん、ボビャヘ伝説と名付けました <laughs>、うん。もうどうとでもしてください。長々 <laughs> なかなかとくだらない話を読んでいただいて <laughs>、ありがとうございました。 こんな話でもよかったらまた送りたい,いはい。ぜひ送ってください。それでは、お体を大切に。はい、追伸。うん。ボビャーヘのせいで、玉金、うん、の色が変わったようですよ。<laughs> そんなわけないでしょ。<laughs> なんだその最後の嘘。<laughs> <laughs> 最後の嘘よくわかんない <laughs> えー。えまっちゃん。うん。ええー、太田さん。 私と同じ身長の人、こんばんは。初投稿のまっちゃんと申します。人妻でもなく、彼氏もいないのに、投稿したこと、お許しください。いいいいで別に。以前お付き合いしていた方は、このラジオのハガキ職人でした。えおー誰なんだろう。それが縁で聞き始め、今では付き合った年月よりも、このラジオを聞いている方が長くなってしまいます。なるほど。 彼は猫背で痩せており、どことなく太田さんに似ておりました。うん、一方私はというと体型がどことなくもう一人の方に似ています。<laughs> さっき田中さんって言ってなかったけど。<laughs> プライドのために言わせていただきますが、うん、脱がなければそこまで太っていることは目立たないと思います。うん、お二人を見ていると、うん、自分たちとダブらせてしまうことがあり、うん、別れてからはこのラジオを聞かない時期もありました。うん しかしこれだけはやめられませんでした。うん、そんな夜の楽しみ。うん。もちろんもう一つの方も含まれています。<laughs> を教えてくれた彼に。うん、今なら、ありがとうと。言える気がします。<laughs> <laughs> ああ。どうなんだ聞いてんのかね。彼と付き合う前は、うん、一人エッチをしたこともなく。うん、ましてや AV も見たことはありませんでした。うん、彼が、手取り足取り。 教えてくれました。うん、特に、うん、フェラは上手くなったのではないかと思います。この一妻枠に投稿してくる方たちのように、うん、大それたものではなく、うん、また彼は決してエッチが上手かったとは言えません。うん、しかし、楽しかったのは間違いないです。あ、そう。こんな純粋な恋愛は、一、うん、妻枠にはふさわしくないですか。いやいや、そんなことないですよ。 そういう恋愛もあるのだということを思い出してほしい、うん、<laughs> いやいやいや。なんだよ、その思い出してほしい,っっい投稿させていただきました。うん、これを投稿したのが私だということに、うん、彼が気づかないことを祈っています。いや、わかんないけど。かっ、うん、採用されればの話ですから、ね。ええ、これからもこの放送を聞き続けてまいりますので、うん、どうかお体に気をつけて頑張ってください。はい、長々とありがとうございました。うん P.S.、うん、私の自慢のフェラーを、うん、<laughs> 実践できる彼を、うん、<laughs> 早く見つけようと思います。<laughs> <laughs> P.S. で言う口じゃねえだろ <laughs> <laughs> なんでわざわざ追伸つって。自分のことじゃねえかよ。<laughs> こ,こっちにあんのかなと思ったら。ねこれじゃこれ聞いてなんとなく、あれあいつか。そのほら、本人は、ね有名な常連かね。 しかも、ちょっと猫背で、太田さんにてて、ね。ペンネーも言えば分かるっていうぐらいかね。ぐらいかね。で、ま、前付き合ってた彼女が、ちょっと俺っぽいぐらいの身長でみたいな。分かったやつはちょっと送ってきてほしいね。僕だと思います、みたいなね。うん、<laughs> 絶叫マシン愛好家。太、うん、田さん。おでん片手のちびたさん、こんばんは。<laughs> ちびた。 私は独身の37歳ですので、うん、本来ならば人妻枠に入れないのですが、うん、毎週人妻さんからの投稿を聞いているうちに、うん、<laughs> いつも気になってしょうがない彼氏の性欲について相談したいと思いメールをすることにしました。うん、私の彼氏は66歳で、うん。<laughs> <laughs> 超ウケるじゃん、もうそこで。そこでもうさ。 <laughs> 私との年齢差は約30近く離れています。ただ気になるのは、彼氏の性欲の強いこと。しって。彼氏って言うな。66だよ。還 <laughs> 暦からすでに6年経った現在。普通にバイアグラいらずで、カッチカチになるのもすごい。<laughs> チカチカの。<laughs> 持続性もあるので。 一戦交えた後は私はヘトヘトになります彼氏の家に泊まった日の朝には寝込みを襲われたりと <laughs> なぜこんなに性欲が強いのと、ね、普通に驚きです、うん、お二人はバイアグライらずの66歳の男性をどう思いますかいやーすごいと思うけどね良きアドバイスをお願いします <laughs> いやまあどうだ <laughs> すげえな66歳だもんね もうす、すぐ70でしょもうちょっとだよね。カッチカチですよ。カチ,カチすごいですね。どうアドバイスなんかも、ふにゃちんですから。<laughs> <laughs> アドバイスしようがないですよ、ね。43歳でふにゃちんですよ。<laughs> 66。六げえな。メルもアットマーク。一人エッチ好きな人妻。うん。この人あの前に送ってきたよ。うん。同世代で。 我々とね、うん、日芸出身一、うん、人エッジ好きで、娘とも自分と同じ一人エッジの体制を取るようになっ,った。日芸の方です。はい、素敵な少し後輩の小田様。消えてなくなりそうな少し後輩の田中様。<laughs> <laughs> この前は初投稿を読んでくださって誠にありがとうございました。うん まさか採用されるとは思わず、電車で聞いていたため、うん、メルモという名前が出た時には、うん、自分の姫事投稿文に顔をあからめ、うん、そして大笑いしてしまい、<laughs> 電車で変態のような存在になってしまいます。すごいね。ダ、うん・メルモ、うん、アットマーク、一人エッジ好きな一妻でございます。うんうん、あ、ダーマス、カッコ、マスダヤ、も大好きでございます。うん、ダーマスっつんだ。<laughs> なぜ私が一人エッチが好きになったかという歴史を、今回は投稿させていただきます。<laughs> なんでそんなに言ってたの <laughs> <laughs> そんなことを、なんで発表してんだろう。<laughs> まあいいや。<laughs> 私の初体験は17歳。うん。同い年の、遊び人っぽい、すごくかっこいい男性とのセックスでございました。うん。彼はなぜかまだ純情な私に、オナ <laughs> おーをしてくれ。 <laughs> それを見ながら自分は柱だったと思いますが、うん、に一物をこすりつけて「焦点!」でしたはあ、うん、なぜ挿入しないのか、うん、まあたまには挿入しておりましたがその頃は純情だった私わ、うん、からないのでそんな行為だと思い一生懸命一人エッチに励んでおりました、うん、すごいね17歳うんある時は 陰謀くれと言われ、うんうん、どん引きしたこともございます。そうですね。引きますね、それは。とにかく10代とは思えないほど、うん、アブノーマルで、うんうん、実家の彼の部屋で、お風呂のたらいに、お小水をすることを養。<laughs> なんなんまた、ひどい時は、感情を供養。うん、それを見ながら、 商店という、人でございました。商店って何なんだろうね。多感な時期に完全に M 女に調教されてしまった私は、うん、その後もおかしな性癖な男とばかり付き合い。<ー>ある男性は、うん、足を開いてくれ、と言ったと思ったら、うん、なぜかスケッチブックを持ってきた。<laughs> <laughs> 陰部をスケッチしだしたり、<laughs> かっこもちろん一人エッチをしながら、 と、うん、<と>うんしながらと時も、多々ありました。うんうん、でも、M 女には、ぎゅーんと来ちゃうんですよね。ああ、まあいいじゃないですか、じゃあね。一人エッチを殿方に見せることに快感を覚えるようになってしまったのです。うん。うつ伏せ姿勢は幼い頃、こたつの中で陰部を何気に触っていたら言ってしまい。うん。 母親に言ったら激怒されてしまったことがありますと。うん。確か幼稚園の頃でした。<laughs> すごいな、本当に。いっちゃったってすごい。すごいな。この前田中さんは、うん、遺伝なんて、うん、って言われていましたが、うん、確実に同じ学校で、同じ格好で、娘もいたしておるようです。だからすごいよね、それ。私のようなアブノーマルに成長せず、 殿方のセックス、殿方とのセックスが最高と言ってくれるようになればいいのですが。えー、<laughs> エロネタなら、まだまだ在庫がございます。あ、そうだね。<laughs> 本当にそうだね、この人ね。<laughs> どんどん投稿させていただこうと思ってます。はい、今、主人は、うん、とてもノーマルな殿方で、うん、少し物足りなさを感じて、うん、悶々しております。かっこ笑い。うん、ま、一人オナニーがあるからいっか 自爆 <laughs> 一人女に。<laughs> P.S。はい。うん、ほんと学食まずかったっすよね <laughs>。<laughs> 入ったばっかの時先輩にルービー・ミーノ G6 ・先村という呪文のような言葉をかけられ紫に6時からビールを飲むって意味で、うん、私こんな大学行ってよかったのかと。 疑問を持った経験がございます、はい。そんなのじゃあ、そこ、そこでは流行んだよね。爆笑問題の太田さん、田中さんもそんな経験ありましたかないです。では、嬉しすぎたので、うん、2> 第2弾を投稿してしまいました。はい。いので溶けちゃわないようにしてくださいね。溶けませんよ別に。大丈夫ですけどね。<laughs> すごいね。17歳 <laughs>